デフチャット特番6月27日アップデート情報。あのゴリさん、長袖のこの衣装あるじゃないですか、はい、熱くないですか？いっちゃいますか。何してんすか。いや、熱いと思ってたんすよ。こいのぼりみたいな。いつかは半袖タイプに変更しようかなと。すごいすごいですね。いや、伝説の瞬間ですけど、今回ワールドボスが仕様変わるまで僕もモードチェンジとして帰ってきました。いや、無理です、そのつなぎ。夏モードで。はい、ということでね、はい、本日はお伝えすることがね、これが聖地じゃないんでね、はい、早速参りましょう。はい、はい、というわけで本日も最新情報をこの辺までお伝えしていきます。まあ、こちらですね、今回これから言う情報はですね、うん、現在開発中の内容になりますので、まあ、いつも通り変更がある可能性があるので注意してくださいというところでございます。はい、次回6月27日アップデートではワールドボスサロメついに登場です。おお、サロメ、ね、はい、来ました来ました来ました、これですね。はい、はい、そしてあの今回はゴリさんの袖のようにワールドボスに仕様変更が入ると聞いているのですが、はい、そうですね、あの今回大きな変更内容はこちらになってます。はい、ドドンというところで、はい、それでは僕読ませていただきます。はい、レベルフェーズが廃止され、デイリーランキングに変更。はい、はい、デイリーランキングで報酬カード&魔境のかけらがもらえる。はい、はい、ボスの強さが変わらず、カオスごとにすぐに出現。なるほど。ボスとバトルするたびに魔境のかけらが獲得できる。はい、まあ、大きな点がこの4点ということですね。そうですね。なるほど。まずレベルとフェーズが廃止ってあるんですけど、はい、これどういうことですか。はい、今回から毎日14時までに、はい、登場した全てのワールドボスに加えたダメージの、はい、ランキングをつけるようになりました。なるほど。毎日、はい、14時までにですね、はい、ダメージを、ワードクスに与えてもらいまして、はいはい、それによって、毎日ランキング報酬をもらうことができます。なるほど、なるほど。もう少し詳しく説明しますと、はい、毎日14時から15時は、前日分の、はい、前日分のランキングの生産を行う形になりまして、はいはい、15時を過ぎますと、はい、またボスが登場し始めます。なるほど。で、その時から、前日分のランキング報酬を受け取るという形になります。はい、前日分の報酬を受け取るためには、はいはい、ワールドボスランクにあります、はい、この真ん中の、昨日のランキングの中にあります報酬獲得のボタンから受け取れます。なるほど。ちなみになんですけど、この昨日の分の報酬、はい、前回分の報酬っていつまで受け取れる、はい、うん、はい、これは次の生産が始まるまでになってますので、はいはいはい、つまりその、翌日の14時までになります。うん、なのでこちら受け取り忘れしないように、うん、それに気をつけていただきたい。まあ、そうですね、忘れずに、はい、早めに前日分の報酬は獲得しておきましょうよということですね。はいはい、さて、ボスについてなんですけど、うん、はい、ボスの強さ変わらずに、うん、倒すごとにすぐ出現するんですね。そうですね、チケットの消費のタイミング、うん、伺わなくて済むというか、はい、前回までよりは、はい、ここを殴っていけると、うん、そうですね。なんでじゃあ毎日、まあ、好きなタイミングでチケット消費してダメージ稼げばもう OK みたいな、そこでかいですね、イメージですね。そうですね。時間の縛りに関してはもう一ついい点がありまして、はいはい、真夜中とか、うん、まあ、要は自分の都合の悪い時間とか、まあ、無理してワールドボスを待つっていう必要もないかなと。うん、さらに毎日のデイリーランキング報酬からは、はい、まあ、報酬カードなど、うん、いろいろ報酬も手に入りますし、まあ、これまでランキングの報酬っていうのは、まあ、ダメージをなかなか与えられなかった人たちにとっては、うん、ね、まあ、結構渋かった印象もあると思うんですよね。うんうん、そうですね。今回からは、そのランキングの報酬ちょっと一部見直しまして、はいはいはい、低いランキングの方であってもその一番いい報酬カードっていうものは、はい、手に入るようになる。おお、すごい、めちゃめちゃ嬉しいですね。すごいですね。もしかしたら、まあ、その中からちょっといい報酬を手に入る可能性も、はい、今まではその可能性すらなかったので、そうですね、なるほど、はい、今回からはまあ少しいいものが出るかもねっていうところをちょっと期待して、はい、まあ、1回ぐらいはこっちを並びに行こうかなとか、受けっぱいいんですよね。はい、はい、まあ、ぜひその弱い、自分のこと弱いと思ってても、うん、まあ、報酬ちょっともらえるし、うん、ちょっと殴ってみようかなって思ってもらえるといい、ね、うん、しかも意外といいスコア出るかもしれないですね。そうですね、はい、はい、まあ、ということなんで、はい、まあ、所感としては非常に、うん、全体的にすごくプレイしやすくなった。はい、そうなんですよね。あとはまあ魔境商店の
ワールドボスフェーズによるその商品の購入制限というものもなくなりましたから、まあ欲しい報酬、欲しいけどまあロックされてるよみたいなこともなくなりますので、まあ魔境のかけらがたまったら魔境書店で欲しいものをまあ交換していただければいいかなと思います。はい、あのちなみになんですけど、はい、実はあの討伐報酬についてはですね、あのボスを討伐するごとに、バトルに参加しなくても全員もらえるんですよ。バトル参加しなくてもいいんですか？はい、ログイン的な感じですか？つまり、はい、あのみんなで討伐すればすることで、みんなが美味しい、なるほど、協力コンテンツが、そうですね、なるほど、そこが、まあ、都合悪くて参加できない時とかも獲得可能という、そういうことです、素晴らしいシステムです。すごいです。で、あとはですね、このボスの討伐対数によってですね、あの例えば10体目とか、30体目とか、あの要はそういうちょっと節目のところの討伐報酬なんですが、その報酬がいつもより良くなるかも、どういうことですか？あ、ここちょっと説明し始めると結構長くてですね、あの詳しくは当日あのお知らせに公開しますので、はい、そちらをご覧いただければと思います。やっぱりこうなるんですよ。はい、それではこちらシンチャイルドで今回のワールドボスのサロメになります。お、かわいいですね、またすごい、あ、ね、ステッキ持っててね、ちょっとリブっぽいところがあるんですけど、背中がね、めちゃめちゃエッチですね。これね、そうね、後ろから見たいですよね。見たいですね、背中見たいですね。そしてこちら、水属性の攻撃型になっています。スキル見ていきましょう。はい、はい、こちら踊り子サロメになるんですけれども、ノーマルスキルにはですね、中毒中の敵に優先して攻撃する。そしてスライドスキルはですね、中毒付与プラス防御虫ダメージ、いいですね。はい、でドライブスキルなんですけど、中毒中の敵に追加ダメージと、はい、はい、でリーダーバフなんですけど、水属性の中毒ダメージ増加と、すごい怖いですね。怖いですね。はい、もう本当に全てがちゃんと噛み合っているシンプルに強いアタッカーになってます。そうなんですよね、はい、サロメの持つこの中毒は非常に強力なので、はい、もう言わずもがなんですね。はい、ワールドボスの、今回報酬でございますから、ぜひこの機会を逃さずゲットしてください。本当に欲しいですね。ですね、もうこれイブ持ってない方にもかなり、あ、そうですね、かなり中毒攻撃型としては非常によろしいかなと思います。そして、今回のワールドボスの対抗チャイルドとしてナビが登場します、ナビちゃん、はい、めちゃくちゃ可愛いですね。またなんか木の妖精感すごい、すごい凝ってますね。なんか美しいの方が似合うかなって感じですね。そして、こちらのナビなんですけど、まあ、貴族性の妨害型になってます、スキル見ていきましょう、はい、はい、こちら、次長のナビのスキルになってます、はい、ノーマルスキルに弱点防御ダウン、スライドスキルには、デバフ回避率ダウン&、デバフ持続時間アップ、ワールドボス限定で強色、ドライブスキルにはですね、弱点防御ダウン&、デバフの持続時間アップになります。そしてリーダーバフはですね、水属性のデバフ回避率の減少、そしてワールドボス限定で弱点防御ダウン、はい、大変だ、いいですね、はい、ありがたいですね。これね、あのデバフ回避率ワールドボス高いんで、全般に強力ですね、強い、はい、ちょ強ちょっと強いです、ちょっと強いです。そしてなんですけど、はい、いつもの質問タイムです、ね、はい、来ました。強色とは何でしょうか。来ました、強色。これはですね、はい、貴族性の味方の数に比例して、はい、敵の弱点防御が下がるという、なるほど、はい、新しいデバフ、なるほど、これは比例系強いっすよね。その貴族性いっぱい編成すればそれだけよだめが上がっちゃうよっていうスキルですね。いいですよね、やば、はい、はい、で今回のサロメは、まあ、水属性ですから、はい、貴族性を多めに編成する、ね、自然にそうなります、はい、強色の条件を満たしやすいので、はい、まあ、非常に便利なチャイルドになっていると思います。こちらのナビちゃんなんですけど、ブーストチャイルドになっているのでよろしいですか。そうですね、あの今回このナビと、あとダフニス、はい、そして、トリスタン、この3体がブーストチャイルドになっています。はい、はいはいはい、それでは、はい、ナビを編成してですね、今回も、はい、ぜひワールドボスをプレイしてみてください。やっと気にしていきましょう。はい、はい、入りました、はい、来ますよ、いました。お、サロメちゃん、まあ、先ほどの通りですけど、はい、さ、この子は何をしてくるんでしょうかっていうところが一番、ね、一番、あれ、あー、なるほど、まあ、それはそうですよね、中毒ですね、中毒いっぱいかかってますね、いっぱいかかってますね、なるほど、なるほど、中毒か、はいはい、
まあ、それに加えて、ちらほら見えるのが回復不可能なんですよ。きついですね。きついですね、ちょっと。はい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 。なるほど。はい、というわけで、ドライブが来そうです。もう来ましたね。はい。攻撃型ですからね、これ。そうですね。怖いんですよ。おお、かっこいい。ああ、あ、大変だ。大変っす。中毒もね、いよいよね、めちゃくちゃ多くなってきて、そうですね、それにバコーンって刺さるんで、はい、これやっぱりね、コーヒー型となると、火ダメージが本当に多くなってくるんで、ね、はい、しっかり耐久できるようにしなきゃいけない。いやー、そうですね。まあ、この攻撃型の攻撃力に加えまして、中毒とか、あと回復負荷、はい、まあ、こういったことを使用してくるので、そうですね、まあ、基本的には中毒に対抗できる、まあ、回復型、うんうん、あとは貴族性で編成するのが多いと思いますので、吸血っていう選択肢もソースが、はい、あるかなと思います。なんでアストレアとかね、うん、かそうですね、編成した方がいいですよね。まあ、ただ使用変更とか踏まえてダメージこう出したいなっていうのもあるんで、ボンボンいきたいですね。攻撃と防御のバランスちょっと見つけていきたいところです、はい、まあ、そうですね、まあ、ダメージがダメージを呼ぶ、はい、ワールドボスになってますね。あれこれフィーバーなんか変なことになってません？なるほど。あ、中毒だ。そう。これ、はい、なるほど。ワールドボスはオートプレイでプレイしなきゃいけないので、はい、まあ、中毒受けてるキャラクターが、はい、フィーバーの時は攻撃しないというようになってます。大変ですね。そういう面で妨害してくるんですね。なるほど。はい。というわけで本日の先行情報内容は以上になります。はい、いやーなんかね、うん、大変そうなワールドボスなんですけど、ね、またやりそうですね。その前にね、仕様変更でワールドボストライアルというコンテンツから、うん、待つっていうね行為が割と軽減されたっていうね、その作業なくなったのはすごいことで、革命だと思ってます。はい。で、今回紹介したワールドボスの変更点以外にも、はい、まあ、いくつか他にも、うん、そうですね、まあ、細かいところでは変更点があるので、はい、まあ、こちら明日のメンテナンスの時に公開する告知をぜひご覧ください。はい、というわけで、今回の特番は以上になります。皆さんご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。